放局でアナウンサーしてるけど質問ある？もちろん特定されない範囲で。何社蹴られたの？20くらい。担当は？情報番組、早くキャスターになりたい。台風中継したい。大した台風ではないが、したことはあるよ。性別とスペック。20代女。大学は何学部？社会学。モテる？当然、枕の回数。しないよ。彼氏対象の男性の最低スペックは？やっぱ社会的ランクが自分と同等より上。台風中継が地方穴の花だからな。あれのパフォーマンスで全国区とかになり上がれなくもない。あとは名物おじさんにどう対応するかとか。台風中継でなり上がれるとかないわ。名物おじさんって？狙いがわからないように狙わないと。傘がひっくり返るとかくるくる回るとか。その時怒られても、全国区に拾ってもらえば儲け者。妙なコレクションしてるとか、妙な格好してるおじさんとか、取材ないかな？猫とか犬とかでもか。そこでしか撮れない映像は東京にはないんだからね。面白ネタ取材とかはするよ。リアクション勝負。月給いくら？あらさあ、かっこ手取り。ぶっちゃけ自分はルックス可愛い方だと思う？うん。そう思ってないとアナウンサーなんてなろうと思わんよな。マツコも言ってたし。何時から何時まで働いてる？その日によって、ニュース読む日と番組ロケの日では全然違う。日曜日休みなのか。不定休。アナウンススクールとか行った？当然行った。地方局のアナウンサー採用は、アナスクにしか告知されないケースもある。女子アナの裏話教えて。特定の名前出さんでいいから、野球選手狙ってるとかそんな感じの。野球選手ピンポイントで狙うとかはない？でも年収高いと思う時にはなる。スカートとか、どっちが好き？ひらひらスカート。でも先輩に嫌味言われるからか、で。在京キー局の女子アナをどう思う？普通にすごいと思うよ。入社3年目くらいまでは悲願出たけど、家柄とかも才能だと思うし。地方局からキー局に移動あるの？ない。地方局、セントフォースとか、キー局の番組に出演とかなら、勤務時間は何時から何時まで？昼ニュースの日は9時から18時。夜ニュースの日は午後で、ロケの日はロケスケ次第。早口言葉得意？そうでもない。どこかの女子アナが天気情報言ってる最中に泣いてしまったけど、あれは何だと思う？い、目なのかな？い、目だろうなと思った。ディレクターやデスクと合わなくて、無言の圧力を毎日感じながら働くことってあるから、積もり積もって爆発したかなと。その後、真相らしき噂は伝え聞きました。それについてはノーコメントで。締めっぽい話題の取材に立ち会ったことある？取材はないね。ネガティブな話題を取材するのは記者、たまにキャスター。私がニュース取材に使われるのは、旅とかグルメとか、体験リポーターが必要な特集系。あとは中継とか。女子アナと付き合えて。ラーメン屋でも改良して取材来てもらえ。出会える。取材相手が男性で、名刺交換すると、その日の夜に高確率でメールが来ます。かっこ会社アドレスに。今日はありがとうございましたで始まり、真面目にリポートする姿勢に感動。よかったら今度。のパターンが多い。それをやんわりお断りするまでが日々の業務。女子アナってみんな不倫してんの？40過ぎの BBA とかになっても。逆に BBA になるほど不倫率が高まるかもね。頼れる、尊敬できる男が既婚者しかいなくなる。怖。そうじゃなくて BBA が権力利用して、年下のジャニタレとかを囲ってるイメージなんだが。それはキー局レベルかな？よくわからないけど、そもそも40過ぎ BBA 穴にそこまで権力ない。やっぱテレビに映って有名になると行きづらくない？ローカル局でも、〇〇さんがローソンで買い物してる、とかやっぱ目につくもん。マスク必須。子供とかお年寄りに声かけられたら嬉しいけど、イベントとか中継先に、常連のおじさんにプライベートで声かけられると戦慄する。男の人と飲んだ次の日は、にちゃんのアナウンサースレ、かっこ自分の権能位置をチェックする。そのマスク渡しにください。メイクルームとかデスクの後、箱に無造作に捨ててあるから、勝手に拾ってどうぞ。自分の名前検索したりする？予測変換見てショック受けたりしない？慣れた。キー局の女子アナの誹謗中傷に比べたら、可愛いもんだしね。あと同県で私よりアンチ多いこの存在が、安心感をもたらしてくれる。仕事で一番忙しい時間帯は何時頃？個人的にと会社全体で。その日によって、昼ニュース、午後ロケ、翌日ナレーション収録とか重なると、いろいろ準備が大変。会社的には、ニュースとか生放送の本番2時間前からバタバタする。答えてくれてありがとう。お仕事頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。衣装は自前？基本自前。でも担当してる情報番組は、衣装提供がついてるから嬉しいよ。これまで仕事した芸能人教えて。キー局で MC 晴れる芸人さん、ジャニーズ、AKB など、絡ませていただいた方はいろいろ。明日のお仕事は何かな？美味しいもの食べに行くロケです。大学は東京？東京ですね。地方行ってたらそもそもアナウンサーにならなかったかも。テレビ局以外で就活した企業は？広告代理店も考えてた。でも今の局に決まって、キー局や準キーは全落ちしてたから、就活終了しました。アナウンサー目指してる子って、北海道から沖縄の局まで手当たり次第受けるもん。そういう子も多い。私は北海道沖縄は受けませんでした。
交通費ば、にならないし、実家とか当時の彼氏、かっこ東京で就活中と離れすぎると思って。今までした合コンの相手は、どんな業種？学生時代はキー局の制作マン、かっこ今思えばプロダクションの人だったのかな？広告代理店、ウェブ関係など、若手経営者の集まりを名乗る怪しい人たちもいた。就職してからはほぼしてません。おつぼねに、められる？い、めはないけど、基本きつく当たられます。日によっては優しいので、そういう人なんだと受け入れてます。エステとか行きますか？歯のケアとか美容で心がけていることはありますか？エステ通っちゃいますね。行き過ぎてるかも。歯のホワイトニングは一度しました。滑舌が良くなる方法を教えてください。一般の人へのアドバイスは、大きな口で、ゆっくり、話す内容を考えてから喋る、の3点かな。女子アナって、親や親戚が会社社長とかのイメージあるわ。親戚に社長はいるけど中傷です。前もって原稿チェックすると思うけど、緊急ニュース入ってきていきなり初めての原稿読んだことってある？小規模の地震だけど、オンエア直前に発生して、ローカルニュースの冒頭で、先ほど何時何分にどこが震源の地震が発生、各地の震度は次の通り、という情報を入れました。それ自体は、日頃の訓練の成果で落ち着いてこなせたけど、その後のニュースの尺を縮める作業が大変です。サブからインカムで、このインタビュー後は全カット、とかリアルタイムで指示が来るので。読めない漢字を噛んで読んじゃって、違ったことはある？そういう時は訂正するの？ニュース原稿は必ず下読みするので、噛んで読むことはないです。でも間違えることは、ある。その場で訂正するのが基本ですが、放送枠内で訂正できなければ、次のニュース枠で訂正を入れることも、もし読み間違えたら、楽しみに見てくれていた取材相手、思いを込めて原稿を書いた同僚に、直接謝ることは心がけています。もちろん視聴者の方にも申し訳ない気持ち、そういう心はなくさない。昼ニュースで重大な人命の読み間違いをすると、夕方ニュースのキャスターが訂正。情報番組で間違えたらメイン MC が訂正。自分のミスを他の人に訂正してもらうのは情けない。大学のミスコンには出た？それらしきものには出ました。やっぱファンレターとかプレゼントとかいっぱい来るの？それなりに、多分想像してる量よりは少ないかと。女子アナマニアっぽい男性からの、手作りの食べ物は困ります。だ、壊すんか？周りの女子アナで吸うやつおる？吸わない、吸うやつおります。これにバレ大丈夫か？スレは以上で終わっていました。お次は2017年の5月に建てられたスレをご紹介します。女子アナと結婚したけど質問ある？需要あれば特定されない範囲で。使ってるシャンプーとリンス。椿だったりいろいろ。これは釣り。まあ信じるかどうかはお任せします。マジ？キー局？純キー。たまにテレビ出てる。まだ現役かよ。しかも純キーとかすげえな。どこで知り合った？学生の時からの知り合いで。どうして線はなくならないの？こっちが知りたい。誰？すまんな、名前は出せないんや。アナウンサーとか性格悪そう。自分が思う限り性格は悪くないと思うけど、まあ人によって相性はあるからね。相方の名前三村？三村ではないとだけ。ウフク？民放。小コープ。すまんな。その女子アナは字が綺麗。字は綺麗だよ。段持ってるみたいだし。自慢したくてすれ立てたの？わかる？何やってるの奥さん、報道？報道もたまにやってるな。女子アナと飯食いに行くことあるけど、写真撮ってくださいばっかでやってらんね。そこまで有名ではないからあんまないけどな。スタメン起用されたのに、チャンスで三振しまくったやつだろ。誰それ？スレはこの辺りで終わっていました。続いては2018年の7月に建てられたスレを見ていきましょう。地方局アナウンサー1年目だけど質問ある？地方局でアナウンサーしています。まだ3年も経ってないです。特定されない範囲で全ての質問に答えます。言うは女性？男性？大学どこで在京？キー局在阪は全滅して現在の地方局アナに？アナ採用面接で現在のキー局の誰を見かけた？地方局って言ってもどの新幹線沿い、かっこ東海道、山陽、九州、東北、北陸、上越、沿い？女、在阪全滅、在京は交通費かかるし、望み薄だと分かってたのでイエスすら出さず、中部地方とだけ言っておきます。お金持ち？全然ない、営業とかの一般職と給料一緒。残業は結構つく？どうしてフジテレビは落ちぶれてしまったのですか？系列違うのでわからないです。ただフジテレビ系列のアナウンサー研修日誌とか見てると、ニュース読みや発声練習よりも、エンターテイメント性を重視しているのはわかる。このままその東海地方の地方局で頑張るつもり？3年越しかけたら、セントフォースだか、中途採用で他局に移籍とか画策中？しばらくは頑張りたい。フリーになる気はないな。東京キー局出身のフリーアナでさえ、苦労してるからね。初泣き仕事は何？外回り街頭インタビューとか？地方局のアナウンス部って、独特の空気感、かっこ村役場、職員室的な、があるイメージなんだがどう？最初はスタジオでの1分の昼ニュース。他のアナウンス室を見ていないからわからないけど、和気あいあいとした感じではない。そこまで雰囲気が悪いとか、仲が悪いわけでもない。東京、大阪、愛知、福岡、
あたりの曲がやっぱり人気なんですか？他に地方局で女子アナを目指す学生から人気があったり、評判の意見とかありますか？もう女子アナになれるならどこでもいいって感じが多いのでしょうか？東京、大阪、愛知、福岡、札幌、金沢、仙台、地方、くらいの順番で人気。右に行けば行くほど受験人数も減っていく。大きな局で喋れないならアナウンサーなんかしたくないってね。あとは自分の地元が地方なら、就職を機にそこに戻るのを狙ってる子も多い。ジェニファーさんとは知り合い？秋田の子かな、知り合いです。マジで？ローカルニュースのレポートやラテニュース読み頑張ってるよ。いい子だね。わかる、実際話しても素直で裏表のない印象です。プロ野球選手と結婚できそう？残念ながらできなさそう。ある球団の一軍とはご飯行ったけど、チャラすぎ引いた。合コンしてるの？全くしてない。手取り月給引くほど少ない、20以下。栄養とか反則とかの一般職と雇用形態一緒。アナウンサーの服、括弧番組出演時の衣装って提供されてるの？それとも自前？人によるけど提供されてる人がほとんどかな。ただクリーニング代自分持ち、1ミリでも汚れがついたら買い取り、とか結構過酷な状況下できてる。地方局でもやたら業界人気取りの人っている？ C 名括弧飯、C 数括弧寿司とか、キー局勤務でも使わんような言葉使ったり、首都圏大学でだけに東京風を吹かす、業界的ファッションにこだわるみたいな。東方の福岡ローカル局には勘違いやな、局員多いわ。日テレ、フジテレビ行きたかったんだねと。業界人気取りはあんまりいないけど、会議とか研修で会っただけの東京キー局のアナウンサーを、知り合い呼ばわりして話す人は多い。社内恋愛が多いんでしょうか？それか取材先で知り合うとか？社内恋愛は本当に多い。地方局だから、スポーツ選手に出会えるような環境でもないし、業務も立て込んでるから、他の業種の人だと時間も合わない。スレは以上で終わっていました。お次は2008年の2月に建てられたスレをご紹介します。テレビ局で働いてるけど質問ある？特定以外は大体答えるよ。どうせ、ローカルだろ。ローカルだったらローカルって言ってもいいんだけどね。たくさんあるから。何を担当しているのかい？昔、情報番組の D と AD。その後営業。やっぱり勤務時間って長いの？てか給料いい？長い部署は長い。寝る、デスマーチ。給料は残業の多い部署は多い。収入のほとんどが残業代。多くない部署はちょっといい会社ぐらい。若いうちに全く残業のない部署に行くと、それなりにしんどい。天気まりの件について、業界での情報頼む。天気まりに出演拒否されても特に困らんから、その番組の D とか P には同情する。あとは特に感想なし。在、なの？喫水の日本人。在、多いよ。特に社外スタッフには。チャンネルくらい言えるだろうが。じゃあ、キー局とだけ言っておくよ。AD スレが立つたびに、TBS 職員が愚痴を言っているイメージ。TBS は最近スレいろいろやばいと思うよ。やっぱ視聴率落ちてるの？各局の視聴率というか、HUT、括弧総視聴率イコールテレビをつけている。世帯数イコールその時間帯の全部の視聴率の合計、が落ちてる。だから各局の数字も自動的に落ちる。今日は関東は雪だから多少数字上がるだろうけど。営業って何するの？ CM オール、タイムとスポットがある。タイムイコール提供、番組を買う、ネットとローカルがある。スポットイコールタイムテーブルを買う。関東1億の予算で、日テレに2500万、TBS に2000万、富士に4000万、テレ朝2500万、とか。非常にわかりにくい。説明しにくいんだよ。多分スポットの方がわかりにくいだろうけど、スポットの説明をすればいいのか？テレビに映ってないと態度悪い有名人と、テレビに映ってなくても態度のいい有名人を教えて、途中丸とか挟んで、ジャニは基本的に態度がいい。芸人さんは売れかけぐらいが一番立ち悪い。でも、みんなが思ってるより態度はいいんじゃないかな。具体的には、もう、道とかあんまり良くなかった気がする。あと、巨人の選手は最悪だ。大御所は？大御所は？大御所って言うと、バラエティに出る大御所の俳優さんとかはそんなに態度悪くないよ。和田とかはマジ怖いって聞くけど、俺は会ったことないや。就職活動は苦労した？何かその時のエピソードがあったら教えて。まあ、とにかく選考過程がたくさんあったよ。番組の企画書書け、とかさ。最初1万人ぐらいいたのが、最後は10人未満になった。すごいな。他のキー局も受けた？なぜ今の局にしたんだい？よそは受けたけど通ったり通らなかったり。同期には他局も受かったやつもいるし、一局しか受からなかったやつもいる。試験受けてる時はすごくいい会社だな、と思ったんだよ。社風とかも。入って嫌なところいっぱい見えてきたけど。ローカルかただの下っ端だから、大したことはわからないだろ。キーだってば、まあローカルだと思っててもいいけど。枕は頻繁にあるのかい？編成事情はよくわからんし、あるともないとも、だが、バーターは、ぬほどある。バーターってなんだい？例えば、中山秀幸さんを使いたいと思ってオファーを出す。そうすると、鍋プロから中山さんを出してもいいけど、その代わりビビる大木も出してよという。これがわかりやすいバーター、別の言葉で言うと、抱き合わせ。ディレクターから営業って言うと、体壊したか競争に負けたか？体壊した、ま、ディレクターとしてもそんなに優秀じゃなかったんだと思う。
営業だと民間で平均収入で300万から400万くらい下がるらしいな。あとは芸能人と親しいというコネ作りも減るから、業界人としては嫌なポイントになるんだろう。実は、芸能人と親しくなるのはディレクターでもそんなにないんだよ。企画でべったりついたりしない限りは、Pとか総合演出とかの偉いさんは別。でも、芸能人と知り合いになってももうなんとも思わんね。そこは仕事だから、やっぱりさ。営業だから収入落ちるとかってわけじゃないけどね。スポットの作案やってる子とかは、残業も多いし収入も多い。平均ね、前に何かの記事で見た。営業がコンテンツ作りの人間より金取ってたら、そりゃ構造的におかしいわ。まあ民間放送局は特殊法人みたいなもんだから、それもできなくはないだろうけど。いや、そんなことないと思うよ。コンテンツ作ってる人間が、必ずしも特殊な才能なわけじゃないから、特殊な才能なくても作れるし、営業だってすげえ大変だし、給料を稼いでいるのは営業だ。個人的には、社外の制作会社の人にもっとお金あげてもいいと思うけどね。AD さんとかほんとかわいそう。他局だけど、NHK の紅白歌合戦の視聴率下がってるのが、よく言われる目玉不足でも、娯楽が増えたからじゃなくて、ただ歌謡界がつまらなくなっただけと指摘してる人が少ない気がするんだけど、どう思いますか？昭和の紅白見てたら、今の内容でよく昔の半分も視聴率取れてるなと感心します。国民的行事でもない限り、みんなが同じ番組を見るってことがなくなったんだよ。あと、大晦日でも頑張って CM 売ったりしなきゃいけないから、昔みたいに、はいはい紅白紅白って勝負してるわけにもいかなくなったから、いろいろな手でみんな数字を取ろうとする。年寄りが取れなくても、若者の数字が取れればいいから、今は。でも、歌謡界のタレント不足はあるだろうね。マーケット自体も小さくなってるしさ。歌謡曲というか、スターを申請しできないような背景がネットの普及で整ってしまった。誰と付き合ってる、なんと発言した、なんだただのば、ちゃんという感じで熱狂できないんだと思う。モームスの身近な存在を売りにしてる売り出し方が、一番やってはいけなかったんじゃないか。というより、音楽業界のマーケットが小さくなってるし、紅白で特に多い歌謡曲、演歌は本当に売れなくなってるから、紅白はもう、仕方がないと思うよ、ああいう形しか。いや、そのマーケットの縮小原因を挙げてるんだが。そういうことなのかね？単純に CD が売れなくなったからだと思うよ。ピアツーピアとかで済ませてみんな CD 買わないじゃん。だからその買わない理由挙げてるんだろ。順番からして逆だろ。ピアツーピアの売り上げに関する研究では、直接結びつくのかわからないというのが大半だ。誤訳して広告として逆に宣伝になってるというのは嘘。あとは携帯、しかし、それ以外では考えればわかるが、趣味の多様化と挙げられるものはそうないよ。何を挙げても昔からあるものばかり。趣味の多様化と、iPod とか携帯とかの普及だろうね。レギュラーの音楽番組も昔ほど数字取らなくなってるけど、HUT の定価以上ほどの減り幅ではない。ということは、やっぱり紅白のフォーマットが古いというのと、CD を買わなくなったということだと思う。スターが誕生しにくくなったかどうかはよくわからん。なんで iPod 引き合いに出してマーケット縮小語るんだよ。ごめん、音楽業界のことはよく知らんのだよ。多分、詳しい人からすれば的外れだろうけど。巨人の選手のエピソードを一つ頼むよ。とにかくチヤホヤされてる、偉そう、インタビューしても真面目に答えない。若手も上も関係ない。今横浜にいる、早稲田出身の二塁手なんか、本当に人をこ、神してた。イチローとかもよくメディア嫌いって言われるけど、イチローは不勉強な記者に対して厳しいだけであって、勉強してる人にはきちんと話してくれる。江川とかもそうだったというし、でも今の巨人の選手とかはそうじゃなくて、むやみに態度がでかい。他球団はそんなことない、阪神はそういう人もいるらしいけど。麻生 VS 福田戦の時に、フリーライターの人が、現地取材班の人へ、今の編集や放送をおかしいと思わないか尋ねた話を以前読んだ。現場はおかしいと思ってるようだが、放送するのは上の判断だからということで終了。現場は日本人が多いのかなと思った。報道のことはよくわからんけど、本当に規制は多いよ。スペックは ?30 代前半、独身男。あと何が聞きたい？そうか丁寧にありがとう。学歴と趣味特技教えてくれ。田舎の県立高校から総計的な感じ。1年留年した。趣味はギター弾いたり、野球見に行ったりドライブしたり。元 NHK 職員が実名出して、2チャンネルで不正を糾弾してたが、それも報道はスルーだったな。お互い叩かないようにできてるから。よほどのことがない限り。まあ、同僚他社に対しては持ちつ持たれつがあるよね。各局、どこも不祥事あるし。どうしてテレビ局はオタどもをあんなに迫害するの？オタ叩いても視聴率上がらんだろうに。俺もそう思うよ。俺もある程度はオタだけど、オタ叩きの V とか作るやつを見るとば、かと思う。自分が多数派だと思ってんだろな。あや、多数派でいることに今さら何の価値もないのにさ。っていうか、テレビが多数派気取ってちゃおしまいだよね。人より面白いこと見つけ出してこそのテレビなのにさ。あんまり面白くないな。どこの曲かだけでもわかるなら、突っ込んで尋ねると面白い内容の質問も出てくると思うんだが。情報番組、営業で社名を言うとほぼ特定される。同じ会社の関係者で見てたら特定確実。俺も社名を出したいのは山々なんだが、
社名はいいからコールサインだけでも。コールサイン出したらわかるじゃんよ。ま、海に近くて島じゃないところに会社はあるよ。若者の数字取れればいいってのはなんででしょうか。昔は世帯視聴率で売ってたから、見てるのが中高生や OL だろうが、寝たきりのおじいちゃんだろうが、1% は 1% だった。今は個人視聴率という概念がすごく幅を利かせていて、視聴者が年寄りばっかりの 20% はあんまり意味がないんだ。例えて言えば、商店とかな。なんでかというと、年寄りは金を使わないし、年寄りマーケットに物を売るには、テレビ CM よりもっと効果的なメディアがあるから。テレビが欲しいのは、M1 層 F2 層より、F1 層。その順にスポンサーが多いからね。だから、世帯視聴率が取れなくても、F1 が取れてれば営業的には売れるし、あんまり問題はない。F1 は女の20代、F2 は女の30代、M1 は男の20代と理解してよろしいか。1層イコール20から35、2層イコール36から50、3層イコールそれ以上。女子アナ綺麗。綺麗だけど、みんな意外と普通。いい子はめちゃめちゃいい子。ツンケンしてる子もいることはいる。俺は、仕事上アナウンサーと絡む機会も多かったけど、彼らは部外者、かっこ文字通り、部の外の者に対しては基本的に優しいから、部の中は結構ギスギスするらしいけど。へえ、俺アナウンサーの友達いるんだけど、結構ストレス溜まるって言ってたな。部内でのストレスは相当溜まるだろう。部内性、が物を言うから、部長とか、おつぼね穴に気に入られないと仕事もらえないし。でも、実はそういう人に気に入られる穴は、結果的に制作スタッフにも気に入られるというオチ。その他の影響力について。あるけど、2チャンネルのみんなが思ってるほどじゃない。むしろ地方局の方がそう、の影響あるような。枠買ったり CM 買ったりで。地方はガチ、あと、パチ屋の CM がひどい。スレはこの後も盛り上がっていました。アナウンサーは今も昔も人気の職業ですが、アナウンサーになるのは運も実力も必要なのでしょうね。皆さんはアナウンサーになってみたいと思いますか？